吉田さん、まあ、未来のことは分からないですよね。5年後、10年後、いや1年後のことだって分からないです。誰にもこれ分からないです。ビットコインの値段がどうなってるか、これも分からないです。分からないけども、ああでもないこうでもないっていうふうに予測は存在するんですよね。でも未来のことが分からないんですけども、まあ分かることもあるんですよね。それは何かっていうと、確実に年を取るってことなんですよ。年を取れば今日よりも不利になるんですよ。何もしなければ体力が落ちていきますし、記憶力が落ちていきますし、知り合いはいなくなるし、自分を支えてくれるようなものはどんどんなくなっていくんですよ。だからどうするってことですよね、うん、どん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 多分求められることはなくなってくるでしょう。何もしなければ、でもたくさんのことをして人に何か貢献すれば求められる可能性はどんどん増えるんですよね。まさに年を取れば取るほど求められるようになってくるというふうな、そういうふうなね、時間の過ごし方ってあるんですよ。だから誰にも相談されない、誰にも頼られない、誰のコンサルもできない、誰のアドバイザーもできないっていうのはどういうことかっていうと、まあそういう人生を送ってしまったってことなんですよね。厳しいですけども、これはね、まあ私がこんなこと言ってね、私に腹立てないでほしいんですけども、客観的事実としてどんな人生を送ってきたか、周りにどんなことをしてきたかが全てダイレクトに明日の自分を襲うんですよね。いや、今日の自分の現実と言ってもいいですね。その中で YouTube での情報発信をたくさんしているという現実があるだけで、例えば10年後70歳80歳になった時に YouTube のアップロード動画本数が10万本100万本あったら、少なくともそこから収益は発生しますし、年金以上のね、でそこから少なくとも人とのつながりはできますし、信頼を得ることができると思うんですよ。そして何よりもトークが上手になっているんで、周りの人といいコミュニケーションを取れるというふうには思うんですよね。将来のなりたい職業ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーと YouTuber っていうのが小学校の夢らしいですね。その小学校の生徒さんが30年後中年になった時に、70、80の私とかがね、 YouTube のスペシャリストだったらどうしますかってことなんですよ。40代ぐらいの人に、いやおじいちゃんすごいね、俺ね昔ね憧れの職業 YouTuber だったんだよ、おじいちゃん YouTuber やってるじゃん、おー師匠様みたいな感じになりますね、うん、確実ですよね。今 YouTuber が小学生の憧れの職業、今憧れの職業やってます。多分30年後もやってます。どうでしょうか。いってらっしゃい。